て、消費税のうちの何割かは地方消費税だから、消費したところに落ちるんだって。奈良に落ちないからちょっと不公平感が否めませんね。奈良の県知事が言ってた。島風来るの。あ、カツオ来た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 。島風来るの。自転車来るの。島風通っちゃった。